どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたします、バンドリー。さあ今回はですね、実写動画でございます。ですね、先月ちょうど発売されたあるストラップがありまして、これをね開封していこうと思うんですが、それがこちら。そう、こちらロゼリアのキャラドットラバーストラップでございます。めっちゃ欲しかったんですよこれ。あのドットキャラでラバーストが出たっていうことで、ちょっと今回はロゼリアをね買わせてもらったんですけれども、こちら全部でね10種類ほど入っております。全部衣装になるんだけれども、通常バージョンとラメ入りキラキラバージョンっていうのがあって、ちょっとねラメ入りのキラキラバージョンが非常に気になるんで、これを狙ってね当てようかなと思うんですけれども、まあ、これ1個だけだったらまあ当たるかどうかもわからないんで、今回は実はね5つ、はい、こちら買わせていただきましたので、これを使って、まあ、ラメ入りバージョン、そして、私、ロゼリアでは氷川小夜さん大好きでございますので、小夜さんを狙っていこうじゃないかなと思います。いやね、待ちに待った、これ結構ずっと待ってて、本当に、どのくらい待ってたかな？ずっと待ってました。2ヶ月ぐらい待っててね、発表されたのは、2ヶ月ぐらいね、待ってて、さあ、どんな感じになってる？なるほど。ちょっとめっちゃカメラあったな。ごめんね。いきますね。じゃん！おー！さよさん！早速さよさん当たりましたよ。意外と結構しっかりしたドットだわ。こんな感じで、それしかもこれ。めっちゃいいよ、これ。どう？よくない？語彙力を失ったよね、これ見た瞬間に。うわ、これめっちゃいいわ。さあ、早速、さよさんゲットできましたね。嬉しいな。いきます。じゃん。お、あこちゃん。あこ姫。最近よく言ってるんですけどね。ガチャの方でね。これもラメ入りじゃないね。多分ね。これ通常バージョンのあこちゃんですね。今のところ被らずに来てますよ。じゃん。りんこちゃん。また通常バージョンですね。はい。りんこちゃんが来ました。待って、すごくない？全然被ってないですよ、今。今のところ、ね、全員来てますよ。来ますよ。じゃん！さよさん！で、あれ？これも通常バージョンだよね。あ、え？待って。あ、なるほど、なるほど。後ろの方が。はい。わかりますかね？後ろにラメがあると。だから通常の方とあんまり変わりはないのかなと思ったんだけれども、ちょうどこんな感じですね。はい。わかりますかね？ちょっとこっちの方がね、背景というかこっちの方がね、ちょっとクリア素材になっていて、こっちは、全然クリアじゃない、真っ青な感じになっててね。で、裏の方が、めっちゃ当たる。ごめんなさい。裏の方が、こんな感じですね。こっちラメが入っていて、こっちは通常の方っていう、こんな感じですね。あ、そういうことか。パッと見はわかんないね。ただ嬉しいこと一つだけ言っていい？俺大好きなさよさん、もう二つ来たわ。じゃん！お！ゆきなさん。これは、ゆきなさんの、こちらは多分ね、ラメ入りの、そうだね。こちらはキラキラタイプですね。あれ待って、じゃあこれもかな？あ、これもだ、これもだ、これもだ。さあ、というわけで今回はこちらを開封して、リサネは当たらなかったんだけれども、まあ、ちょっとね、私の大好きなさよさんがこう2タイプ当たったという、もう非常に当たりですね。はい。こちら1個が確かね、500円ぐらいで販売しておりますので、結構いいよ、これ。もう分かる通りね、めっちゃ可愛いです。あのポッピンパーティーとロゼリア今2タイプ出ていますので、もし欲しいという方ぜひ買ってみてください。損はないと思います。ほいじゃ皆さん、またね。バイバイ。